村は百姓の家屋敷が複数で形成した集落を中心に、田畑の耕作や野、山、浜を含む広領域を持つ共同体です。近世の村の起源は秀吉政権以後、徳川政権において継承された兵農分離政策と検地によって、それまでの総村や共村を分割して作られました。17世紀末には全国の村数が6万3千余りを数えるようになりました。村は名主や組頭、百姓代からなる村役人である村方三役を中心とする本百姓によって運営されました。入り愛知の共同利用、用水や山野の管理、治安や防災などの仕事が自主的に行われました。村民は田植え、屋根葺きなど大勢の労働を必要とするときに、親類や近隣で行う共同作業としてのもやいなどと呼ばれる共同作業を集中的に行って、労働や暮らしを支え合いました。